理心論とは、キリスト教などの一神教において、神の実在を合理的に再解釈しようとする論。無神論とほぼ同じだが厳密には異なる。具体的には、この宇宙の創造主としての神の実在は、認めるが、聖書などに伝えられるような人格的存在だとは、認めない哲学、神学上の論。言い換えれば、神が行ったのは、宇宙とその自然法則の創造だけで、 それ以後神は何もせず宇宙は自己発展するとする論。人間理性の存在をその論の前提とし、奇跡、刑事、予言などによる神の介入はありえないとして排斥される。理心論は啓蒙時代に流行した。17世紀のスピノザラを起源としてイギリスで論争が起こり、18世紀のフランスドイツの啓蒙思想家たちに受け継がれ、フランス革命期の 最高存在の祭典の思想的背景になった。16世紀のそっちニ派によって、すでに宗教上の意見の相違を迫害によって解決することが罪であるという考えが提出され、イギリスではその見解はユニテリアンと呼ばれる人々によって擁護された。ユニテリアンは1840年代になるまで市民権を得られなかったとはいえ、その他のプロテスタントでも信仰の基礎を 教会の権威にではなく、論章の上に気づくことを目指す。その際、信学者たちが根拠としたのは、聖書と並んで理性であった。1624年チャーベリーのハーバート教は、真理についてを交換して、自然宗教の5つの基本命題を挙げた。それは、神の存在、神を礼拝する義務、経験と特効の重要性、介護することの正しさ。 来世における恩寵と多宰の存在を信じること、などである。50年後に、スピノザが、神学政治論において、神の存在、単一性、偏在性、思考性、などの過剰を列挙して、神は、博愛心と正義心によって崇拝されなければならず、神に従う者は救われ、従わない者は、滅びるが、悔い改める者の罪は必ず許されるであろうことを、主張した。 ハーバート教とスピノザの宗教は特にキリスト教だけに当てはまる条件ではないところに問題があると進学者たちは考えた。では、旧来のキリスト信仰とこの新しい普遍宗教は矛盾がないのだろうかまた、キリスト教の唯一の基礎である聖書の記述は普遍宗教の条件から見て真理を表していると言えるのかスピノザは 新学政治論で聖書それ自体も同じように歴史的批判にさらされなければならないことを提唱し、理神論への道を開いた。しかしスピノザは生前は無神論者であるという人心攻撃を受け、イギリスではいわゆる理神論論争が始まった。1695年にロックが キリスト教の合理性で理性の権威と聖書の権威が両立することを証明しようと努めたが、それでも救済の条件を不当に低めて異端者が救われるようにしたというとがめを受けた。ロックが知性の力で支持できない教説の地位を下げたことをさらに進め、1696年にジョン・トーランドがキリスト教は奇跡的ならずを表し、キリスト教の本質は 道徳の掟に他ならず、後世の教会が設けた教義は、キリスト教の信条を独断的に改ざんしたものである、と主張した。キリスト教から秘跡を追放しようとする彼の企ては、人間の認識というものが神に関する知識に及ぶ、ものなのか、それとも、ロックやトーランドの反対者が言うように、神の存在とは理性を超えるものなのかという問題を、提起し、 ヒュームの会議主義により、神が存在するかどうかは、人間には認識できないという形で一時は、解決する。理神論論争における、論的同士は、自然法則を再構成する能力を理性に認める、点で一致している。理神論者の多くは、聖書が神に由来するものであることを認めた。つまり立派なキリスト教徒で、なおかつ理神論者であることは可能であった。 これらの似た者同士で行われた論争は1750年より以前に収束し、政治的正義の著者で無政府主義者のゴドウィンは騒ぎから50年経った今では過去にまるで論争がなかったのと同じであるということができた。最高存在の祭典イギリス理心論をフランスでついたのはボルテールである。イギリスでは論争になるだけの見解でも、 カトリック教会が権威を持っているフランスでは異端邪説となった。ボルテールは神がもし存在しないなら作り出す必要があるといった奇妙なキリスト教徒であった。彼はキリスト教にまつわる様々な伝説、聖物を笑い物とし、無神論の手前まで進んだ。コンディアック、エルベシュース、ドルバック、ラメトリなどはデカルトの機械論を受け継いでおり、 理心論者とほとんど区別がつかない。彼らは人間を機械の一種とみなしているのでそれを最初に想像した機械校を想定しないわけにいかないからだ。ルソーがエミール第4巻で披露する有心論は理性ではなく感情に基礎を置いている。その自然宗教では特定の人間に示されるような啓示は必要ないとされている。ルソーの有心論はロベスピエールに受け継がれ、 フランス革命が過激化した時期に理性の崇拝に反対して挙行された最高存在の祭典に現れている。ドイツにおける理心論の代表者はレッシングである。ただレッシングはキリスト教について固定した立場を取らず、論証によって信仰を強制しようとする理心論者についても反対していた。議曲賢人、ナータンにはユダヤ教、キリスト教、 イスラム教のうち、どの宗教を選ぶかよりも、人間であることで十分だというテーマが扱われた。カントは、純粋理性批判で、理心論者が使った神の存在証明すべてが、無効であることを証明したが、実践理性批判では、神は理性によって認識されるものではなく、意思によって要請される存在として考えられ、ヘーゲルは、カントのこのような神の論章を、矛盾の巣と呼んだ。 リシンドンは、カントの手によって一度は殺されて、彼自身の手で復活させられたわけである。ありがとうございます。